ライフォースの池田です。おしゃべりマシンガン福岡の街を熱くするぜ、イエーイ。福岡の未来を盛り上げめ。皆さんこんにちは、マシンガン山北です。今私がですね、手元に持ってるやつがですね、インボディと言いまして、毎月一度ですね、私が身体の測定の方をやっております。こちらをもとにですね、私の今トレーニングをですね、やってるんですけど、今ですね、私の方がね、体脂肪の方が、そうですね、こちらを見る限りで言いますと 13%、 まあアスリートとしてはまあ標準かなと思っております。で、前回のですね、12月の測定から体重の方が 1.9 キロ増しておりまして、これは太ったんじゃなく筋肉量が増えたっていうことでですね、私の方はですね、自負しております。そしてですね、今回こちらをもとに、まあそうですね、野球のシーズンもあと2ヶ月弱っていうところで、私の中ではですね、今こういうコロナのね、状況の中なんですけど、ポジティブにですね、もうシーズンに向けて体づくりの方をやっております。そしてなんと言いましても、私はですね、1年前、実は、ずっとこちらのですね、グリッタースタジオさんの方に、通わさせていただきまして、来た時はですね、私は94キロぐらいありました。その時はもう、顔がむくんでおりましてですね、パンパンの状態でした。で、今、この半年間、半年じゃないですね、もう1年ぐらいですね、通わさせてもらって、まあ、逆に言えば月の半分ぐらいはですね、一緒にトレーニングしてるっていう状況なんですけど、そんな中、今日からですね、私の方がですね、またワンランク上のですね、レベルアップしたトレーニングの方をやっていき、シーズンに向けてですね、取り組んでいこうと思っております。まあ、逆にですね、YouTube で最初の方にですね、上がった、動画を見比べてみますと、あ、マシンガン山下、体型変わった、動き変わったんじゃないかっていうところをですね、あと見てもらえればいいと思っておりますので、皆さんまた動画の方でよろしくお願いします。
ど、今日からですね、またあのシーズンに向けてですね、さらに自分の弱点を強化していき、さらなるですね、飛躍をやっていきたいと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。アウトゴーイング、おしゃべりマシンガン、山北アトレ。I'll be back.